どうしたんだよ、元気がないな。へへへ、なんてかな。あんたの足を引っ張ってしまいそうで、あんまり合わへん方がいいかも。練習ならしっかりやってるよ。あ、うん、そらそうや。信じてるから。本当に元気がないな。それ元気なくなるわ。私頑張るから、一人で頑張んな。そして、銃弾は発射されたら最後、避けるのはまず無理と考えて。ただ、動いてさえいれば早々当たるものじゃない。これは、成長末期に開発された、打法ってステップよ。姿勢を大胆に変化させつつ、蛇行しながら相手に接近する方法ね。最初は浜野が師匠だったんですよ。師匠つか先生つか、だったんですよね。かなり被弾率を下げられるわ。なんや、かっこ悪い動きやな。今晩中にマスターすること。わかった？はーい。調子はどうですか？態度は反抗的だけど、まごうごとなき天才よ。こんな奴が存在するのなら、あたしら人造人間の存在意義って何なのかしらね。世界って不公平。イラつくわ。そんなに強いんだね。しかしバスケットボールは苦手だったようですか？おそらくサッカーやラグビーなんかも苺手でしょうね。なぜだかわかる？いえ。接近してきた敵に思わず反応してしまうから。だからスポーツに集中できない。ふん、時間の無駄よね。こんな奴、生まれてすぐにでも、海兵隊かテロリストのキャンプにでも放り込めばよかったのよ。打法、結構おもろいな。ちょっと楽しんでんな。最近お前おかしいぞ。そうかな、ははは。翌日。今日は学校の外で訓練会な。いえ、今日は肝試しよ。お化けやだ。自慢やないけど、お化けなんか怖くないで。お化けなんかないさってついだわ。ここ公園やないか。さあ、この錠剤二つを飲んで。なんでかこれ、飲んでから聞くな。片方は幸せそうのエキス。反応速度と筋力が 20% 上昇します。なんだそのドーピングアイテム。もう片方は遅効性の毒です。30分以内に解毒しないと死にます。おい。あ、来た。うわ、名サイボーグ。大神グループのエージェントよ。戦闘能力と移動能力はほとんど奪ってある。30分以内に始末しなさい。始末って？言い方が悪かったかしら。あれの生命活動を停止させなさい。殺しなさいという意味ですね。そうすれば解毒剤を渡すわ。はい？あなたがやらなくても私の仲間が始末するの。だから彼の運命は決まっている。ちょっと、冗談やろ？あら、あなた死にたいの？それは結構。待て、私は高校生やで。普通の真っ当な、泣くよそりゃ。なんでこんなことやらせんねん。武術の達人で超能力者。普通でも真っ当でもないわね。真っ当じゃなくしたのはお前らだよ。なあ、やっと電話に出た。もしもし、ゆきくん？え？何ですか、ひがき先生。渡しておいた錠剤、二つとも飲んだかね？ええ。わざわざそれを確認するために、寮長の部屋に電話したんですか？はは、ごめんごめん。錠剤って、あんたらまさか、毒ですね。はい、あと25分。迷ってる時間はないわね。この悪魔！そして、両手両足を封じた。これまだ生きてるみたいだけど。これ以上は無理や。私にはできへん。神や。ま、これも、勇気が毒飲まされてなかったらもうやんなかっただろうね、多分。あ、そう。いっ。こんなに簡単なのにできないの？次にこうなるのは誰かしらね。数じゃなくて勇気でしょうね。お前こんな夜中にどうして手を洗ってるんだ？ああ、やった時の感触が残ってるってやつですね。あ、ゆきくん。なぜ目をそらすんだ？お前震えているのか？無事に近づくな。ごめん。なんでもない、なんでもないから。何があったんだ？あ、そやゆきくん。ちょっと最近嫌なこと多いね。外へ出てパーッと憂さ晴らしせえへん？俺10ペラしかねえよ。あ、うちが2人分出すからさすがを。このままやとまずいな。なんとかして明かりに勝たんとあかん。でも衝撃はともかく次の技がない。せっかく外出したのにさっきから何を考え込んでんだ。ごめんごめん、ちょっとね。おいおい、後ろから自転車。おっと、お姉ちゃん今どうやって避けたの？まずは心配をしろ。水平にスライドしたように見えたな。ついびっくりして能力を。あ、せやこれや。そして、で、何を思いついたんだ？後半の作戦。でもまあ、まずは最初の技が使えるように特訓せんといかんな。頼むから俺にも分かるようにちゃんと説明してくれ。簡単に言うと、うちの能力で空を飛べれば万事解決なんよ。危ないでしょう。君の能力って落ちるわけだろ？一歩間違えれば大怪我だぞ。いや、落ちてる方向の反対側に重力をかけるのはそんなに難しくないんよ。問題は切り替えのタイミングやね。10メートルまで上に落ちて止まるにはどこまで上向きの重力をかければいいかな。急に理科の勉強やめろ。半分の5メートルだな。ああ、そりゃそうか。加速したのと同じ時間減速すればええんやから。じゃあ10メートルの高さから着地したとき、落下速度をゼロにするには、一緒や5メートル。ふむふむ、なるほど。まあ、とにかくやってみよう。いったー！見る分には面白いけど、ものすごく危ない技なんだ、それ。それでもゆきくん、うちは絶対にマスターするで。おう、やめとけよ。絶対に途中で骨折するぞ。そんなツバつけときゃ治る。ワイルドツギンだろ。いや、絶対に治らないってば。
でもあいつ元気が出てきたな。ちょっと安心したぞ。すまんな、協力してもろうて。こんな夜中に野球部のグラウンドの照明をつけるなんて、俺バレたら寮長に殺されるぞ。うちが負けたら本当に殺されるかもしれへんけどな。それよりちゃんとうちの言った通りにしてよ。ああ、君がグラウンド近くまで落ちたら照明を消すんだったな。しかしどこまで上がる気だ？まず上に向かって20メートルほど落ちた後で斜めに落ちるよって、すげえ落ちんじゃん。20メートルも上に上がるのか？失敗すると大怪我だぞ。てか死ぬでしょ。命がけでやらんとあいつには勝てへん。あいつって誰だ？来た。ほな、行ってくれ。頑張れよ。お前もうちょっと緊張感持って勇気。その顔やめろ。こんな夜中に呼び出して決闘だなんて、どういうつもり？うちはあんたらの言うままに工作員にはならへん。お断りや。言っとくけど、今の実力で私に勝てるなんて思わないことね。それはどうかな？飛びましたね。上に向かって落ちた？行くぞ、あかり！この矢印マーク何なんだろうね。まさか、その高さから私に向かって落ちるつもり？でもそれだとあんたも無事じゃ済まないわよ。タイミングよく照明を消さないとな。タイマーの針が真下に来た時に照明を消すっていう選択肢を選ぶんですね。これだ。ここ、オッケー！照明が消えた？何？どうや、急降下消火器爆弾の味は。まあ一緒に抱えてた消火器を相手の前で話すだけやけどな。あ、普通の人間なら死んでるわね。確かにかなり効いたけど、それでもまだ私の方が強い。死ね！何？遠くてよくわからないけど、あそこで二人は喧嘩をしてるのか。もうちょっと緊張感持とうよ。よし、様子を見に行こう。絶対邪魔になる、これ。お、麻酔でしばらく眠ってなさい。あれは一般人が目にするべき戦いではない。この能力、やっと使い方がわかってきたで。重力の方向が変えられるってことは、間合いを変えるのに足を使う必要がないっちゅうことや。武術の技の根本は、重力を味方にすることにある。その重力を操れる私は、まあ無敵やね。いや、武道をやってたからこそ使いこなしてたんですね。カズがこの能力に目覚めたのは必然だったんでしょうね。ふざけるな。単に自分の働く重力の、それも方向だけじゃないか。うわ、圧倒的。一方的に。考えるだけで体がどの方向へも飛ぶ。瞬間に高さも間合いも変えられる。上へ向かって全体重で殴れる。さらに。いやー！掴めばどの方向からでも折れる。ふざけるな。同級生相手にマジボコボコじゃん。クソ、消火器の一撃さえ最初に食らってなければ。あんたほど強かったら、これが格闘でどんなに圧倒的な能力かわからんはずないやろ。それでもまだやるんか。銃出しやがった。ゲチュー。それはなし、あかんて。そうです、必要ありませんよ。あれ、檜垣先生。最後に幸せそうなエキスを使用してからの時間からすると、ああ、そろそろです。あれ急にめまいが。これどないなってんねん。ただの禁断症状ですよ。練習のたびに飲ませておきましたから、すでにそういう体になってるんです。薬漬け。なんやって。大丈夫、薬を飲めば治ります。諦めなさい。そもそも浜野くんに勝った程度では、ジャッジメントから逃れられません。くそ、今日のところは引き分けに。しといたる！しかしまあ大したものですね。ふん、ただのバカよ。昨日のは結局何だったんだ？まあ覚えてるんや。記憶消されてない。そりゃそうだろう。急に気絶させられるし。さては、檜垣先生。面倒ごとはうちに押し付けたな。あ、いや、そのうちに。うん、いつかまとめて説明するから。気づけ！あー、ごめん。今夜は特訓が入ってんねん。特訓？そういえばカズはバスケ部を辞めたって聞いたぞ。今何をやってるんだ？かなりハードな格闘技やね。え？この前の喧嘩が何か関係してるのか？もう殺し合いでしょ。まあね。でも心配すること全然ないから。翌日。ん？今日は大江は休みか。大江さんなら確か階段で転んで腕を骨折してしばらく入院だそうです。お前も腕折ってただやろ。え？なんだって？じゃあ、遅れすまへん。あれ？全く無事じゃないか。浜野、嘘はいかんな。骨折なんてしてないじゃないか。折れてんのお前だよ。そんな。いや、うち骨折しましたよ。でも、唾つけといたら治りまして。あれ？なんだかあいつ前よりも社交的になってる、なってきてる気がするな。そして、昨日の特訓でボロボロのはずなのに、一体どういう手品？いや、3箇所ほど骨にひびは入ってたんやで。檜垣先生にいろいろ処置してもらったんや。あんたの右腕は？私が確実に折ったはずよ。いや、種を明かすとしょうもないんやけどな。あれは折られる前に自分で関節外したんよ。うぅ、なんですって？それも古武術の技？まったくふざけた体だね。ここは念のためにもう一度。浜野くん、やめたまえ。何よ、私に指図する気？当たり前です。いいですか？彼女は特殊な能力に目覚めた特別な存在なのです。それに控え、君程度の強化人間ならいくらでも代わりがいる。あー、やだなー、それ言われんのも。
先生、助かりました。けど、明かりってめちゃくちゃ強いのに、あれでも強化人間としては普通なんですか？いえ、むしろ彼女は旧式なのですよ。え？でも、彼女のことを少し話してあげましょうか。ジャッジメントという組織は世界中に研究所や関連会社がありましてね。別々に研究開発を行っているのです。それで以前、ジャッジメントにおける人間型兵器のデザインコンペがありまして、各研究所の開発した新型に人造人間をトーナメント形式で戦わせたのですよ。当然、生死をかけてね。うわお。その出場選手の一人だったんですか？彼女はいわゆる当て馬でしてね。旧世代の強化人間として、次世代兵器の優秀さを示すために、人数合わせとして参加させられたのです。あれ？それなのに、今でもあいつが生きとるということは、まさか優勝してしもた？はい、その通りです。おかげで世界中のジャッジメントの研究者の面目が丸つぶれです。それに本来その大会で破壊されるはずの個体でしたから処理に困りましてね。こんな場所でつまらない任務についているというわけですよ。ひでえ話だよ。なあ、ゆうきくん。あたしら別れた方がええんかな。いきなり何を言い出すんだ？いやあかんわ。うちあんたのこと好きやし。バーカ。何を今さら当たり前のこと言ってるんだよ。もう二度と別れようなんて言うなよ。ごめん。で、この携帯電話は何なん？あ、取り扱いには注意して。うわ、机が真っ二つや。高出力レーザーカッター。対人の有効射程30センチだけど、走行標的には5センチ程度と考えた方がいいわね。まあこれ、一応さっき告白して彼女にはなったんですけど、静止だと彼女にはなってないよ。でもこういうイベント起きたよっていう感じなんで、彼女にはなってないとして考えておいてください。で、これを使えと。茨城流は私の見たところ、槍を見せて相手の接近戦を誘い、懐に入ってきた敵の腹渡か関節を狙う武術じゃないかしら。400年の伝統がある流派もあんたにかかると刀しいやな。現在は皮膚科に装甲を施したタイプのサイボーグが主流よ。だから腹渡はえぐれないし、関節も頑丈だから折れない。へへ、肝に銘じときまひょ。でも剣はあかん。先っぽはこれでええから槍みたいにできへんやろか。本部に申請は出しておいたわ。それと敵にとどめをさせないのなら無理はしなくていい。他の仲間がやることになってる。でも自分の手を汚さなければいいなんてとんだ偽善だと思わない？そやからうちは抜けようとしたんや。変な薬の副作用がなかったら。何それ？分解型ナノマシン。飲むと中毒症状を治療する。おいおい。へえ、それは助かった。けどなんで？任務中に中毒症状が出て倒れられたらギャグでしょ。ああ、なるほど。でも任務の時はあんたの後ろに隠れてブルブル震えとくからな。それは無理ね。なんで？え？あなた、私より体が大きいじゃない。こんにちは。あれ、ルカさんや。誰だい？すごい美人だな。おい、あんた前と同じ反応やで。素の反応なんだろうね。前ってこの人とは初対面だぞ。記憶消されたからな。ああ、もうそれでええわ。ミス終え、申請のあった装備は用意しました。近々実戦に出ていただきますから、そのつもりで。うわー、実戦？あ、試合のことやから。何の試合だよ。あはは、くそ、なんでうちがごまかさなあかんねん。そして、ああ、どないしよう。実戦や言うてもうちには無理やのにな。しかし君は変わってますね。こんな状況に追い込んだ僕は憎くないのですか？ああ、憎い憎い、当然憎い。そやけど事情を知ってて愚痴がこぼせるのは先生だけやし、それにうちは長い間誰かを憎むのは性に合いませんね。じゃあ浜野くんも？あれはライバルでんな。それに付き合ってみたらクソ真面目で面白いやつですわ。そうですか、それは残念ですね。今晩彼女は死にます。そうで、あんた突然何言い出しますねん。今頃他の組織の連中と戦ってるはずですよ。もうじき大掛かりな作戦を行うので、そのための陽動作戦だそうです。その場所は？クソ、こいつら反応速度もパワーも段違い。さすが第三世代サイボーグね。どうやらこいつは陽動だ。速やかに始末して別方面に移動するぞ。なんだ、飛行機の音にしては変。うわー、カズ、謎の女子高生参上。せめて仮面とかしてこいよ。初めて長距離落下をやってみたけどめっちゃ怖かった。やっぱり飛ぶのと落下は違うな。なんだなんだ、あの女どこからやってきたんだ。カズ、何しに来たの？クラスメートを助けに来た。は？私がクラスメート？ふざけるんじゃないわよ。なやねん。そうやったらあんたとうちが同じクラスやないとでも言うんか？そういう意味じゃなくて、ほら、クラスメート以前に同じ組織の先輩でしょうが。何言うてんねん。お前なんて相方で十分や。おー、相方って漫才か。おい、お前ら、ごちゃごちゃと何を言って。うるさい、黙れ。クソ、二人とも殺せ。しゃあないな。半分うちが面倒見たるわ。ケチね。どうせなら全員やっちゃってよ。嫌やな。本来あんたの仕事やろ。サボりは感心せえへんな。
うわぁ、超怖え、こいつら。すごいですね。あれで旧世代と高校生ですか。戦闘能力の点ではそれほど驚くべきレベルではありません。旧式強化人間と女子高校生にしては予想外に強いというだけです。そうなのですか。おお、壁走ってる。うわ、壁？あいつ壁を走ってるぞ。おのれ、銃が撃てねえ。うん、なるほど。確かにそこの強度は人間並みね。なるほど、ここも非装甲なのね。勝ってしまいそうですよ。まあ十分に任務に使えるレベルではありますね。終局です。3人相手にして勝てたか。カズ、アップないな。まず避けるとこやったで。缶ジュース投げるんやったら先に言うとかんかい、リコちゃんやん。うん、握り潰せなかっただけ上出来じゃないの。それと助けに来てくれて。あー、何？うん、今度余計な邪魔しに来たら殺すからね。おい、感謝しろ。その夜、攻撃目標の研究所まであと20分です。私たちもそろそろ着替えないと。女子高校生服でヘリに乗って戦闘地行くな。悪い、やっぱ私抜ける。は？今更何を言い出すのよ。だってさ、輪切りって会社の研究所、輪切り製作所、やっぱ悪いことやんか。そんなことやってもったらあいつに顔向けできへんし。それでこの状況で何をどうする気なの。うん、こうする。ブツブツ、ヘリコプターの床に手をつけて何の意味があるんだか。で、何を言ってるの。ヘリは私が持ってる、ヘリは私が持ってる、ヘリは私が持ってる。何事です。わかりません。機体の制御が不可能です。ヘリを落としたんですね。なぜか斜め上方に加速しています。斜め上に向かって落ちてる。ミス OA か。あー、ローターが破損。それじゃ皆さん、さようなら。あ、外にパラシュートもつけずに。あいつは減速できるのよ。落ちる方向が変わった。あー、失速してます。ダメです、墜落します。あかり死んだやん。よっと、高度を上げといたから脱出する時間もあったと思うけど、みんな大丈夫かな。どうも、心配してくれてありがとう。あれ、あかり、私を追って飛び降りたか。いや、強化人間って丈夫だね。森の上じゃなかったら死んでたわよ。とにかくもう許してあげない。怒らんといてえな。でもやっぱテロはいかんわ。おお、いきなり。カズ、あれ、なんだ夢か。でもなんだか胸騒ぎがするな。あれ、生きてる。あ、この連中はさっきヘリにいた。味方を撃つとはどういうつもりですか、ミス浜野。あらら、みんな無事やったんか。まったくあなたも甘いですね、ミスオエ。その気になれば、あの時ヘリを山腹に激突させることもできたはずですよ。おかげでこの苦境です。たとえ空に向かって落ちたとしても、この人数で撃てば無事では済まないでしょうね。まあ、輪切りの研究所襲撃は後日に延期にしましょう。今はあなたの処分です。ああ、それとミス浜野、さっきの返事がまだのようですが。クラスメイトを助けただけです。おお、返してくれた。それと、戦争はジャッジメントの負けでしょ。忠義を尽くすほどの恩もないし、沈む船からは降ろさせてもらいます。OK。死に損ないの東洋のメッサルが、会長の気まぐれで助けてもらったポンコツの分際で組織に逆らうか。死ぬ前に第四世代の恐ろしさ、毒と魂に刻みつけていくがよい。うん、やっぱあんたは最新型か。上等。ちょっと待った。ね、早く逃げた方がよくない？どういう意味かしら？だって、ほれ。地面に這いつくばって、ジャパニーズドゲーザーですか。何を今更？怪我したくなかったら早く逃げた方がええで。今の私は地球を持ってるんや。チートやんけ、もう。もうチートやんけ。なんだ、地震か？まあ日本じゃ珍しくないでやんすからね。おい、あれ。なんでやんす？また地震でやんすよ。あの山さっき空中に浮かんでなかったか？は？何を寝ぼけてるでやんす。あそこで戦ってるっすね。見間違いだったのかな。え、何？今度の音は何だ？やっほー、ゆきくん。あれ、カズ、どうしてここにいるんだ？うん、実はね、あんたとは別れようと思って。え？いや、あんたはこれから甲子園で活躍して、日本中の人気者になる男やろ。私みたいにみっともない女と一緒じゃいかんわ。はぁ、相変わらず嘘が下手だな。あの妙な能力のせいか。あれ、バレた？でも別れなあかんのはほんまやで。ちゃんと説明しろよ。ずっといつか説明するって言ってたくせに。あ、ごめんごめん。でもな、やっぱり説明できんわ。それとな、今後あんたがうちのせいで危険な目にあっても絶対に会いに来ないから。なんだって？情の薄い女でごめんね。でもおそらくこの覚悟だけがあんたの身を守ることになる。つまり俺が人質にされる可能性があると言いたいわけか。お前、よほど危険なことに首を突っ込んだな。茨城童子の話覚えてるか？ああ。うちは新しい解釈を思いついた。彼女には故郷に好きな人がおったんや。だから絶世の美形にも心を動かされへんかった。
それだとハッピーエンドなのか。うちは茨城同士の子孫やで。ここにおるんが何よりの証拠や。それとどこかで試合は見てるから絶対に優勝するんやで。どうせなら空を飛んで試合を見に来てくれよ。はは、そら無理や。なんせうちは落ちるだけやからな。ほな、な。最後泣いてた。消える直前泣いてたよ。あ、ダメだ。あいつは覚悟を決めてる。呼び戻しちゃダメだ。お前も頑張れよ。遅い。ジャッジメントの展開能力は甘く見ない方がいいわよ。わかっとるがな。しかし、私の能力は丘一つが限界か。あんたね、本当に地球全体を動かせたら世界規模の災害を起こしてたのよ。で、ルッカさんはどうやった？ハイヒール履いてるようなバカでなかったら危なかった。でもこの次は倒す。ほな、とりあえず沖縄か北海道へ？どっちでもいいわ。とにかく早く移動しないと。オッケー、しっかり捕まっときや。落ちるで、便利。行ったか。見ていてくれよ、俺の活躍を。ほほー、ゆきくんドラフト指名されたかな。よかったな。まさか連絡しようだなんて思ってないでしょうね。そこまでうちアホとちゃうで。黒猫のマオちゃん。活動範囲はこの辺りよ。なんとかして接触しましょう。あ、しまった。それはカバー可能なミス。あかん、今頃気づいた。うちはゆうきに本間の名前を教えてへん。は？いや、中学校の時からみんなが大江とかカズって呼ぶもんやから自分でも忘れてた。そんなことどうでもいいでしょうが、大江でいいじゃないの。2年間も付き合ってたのに本間の名前すら言うてないなんて。はいはい、後で飴でも買ってあげるから。今は生き延びるために努力しましょう。うすうす、先が思いやられるわ。こうして真央ちゃんと接触することになりましたよと。おい、あかり、こっちは片付いたで。了解、こちらも全滅させたからそっちと合流するわ。この連中サイボーグじゃなくて肉体強化タイプやな。 CCR 崩れの兵器人間かな。 CCR も出てきたよ。どっちにしてもそんな連中に生身で勝てるあんたには呆れるわ。そろそろあんたもサイボーグ化してみたら。必要ないやろ、うちらファーレンガールズは地球最強のコンビやからな。こうしてあかりとカズは仲間になりましたと。これがパワポケ10におけるカズの静止です。カズはこうして超能力者になり、あかりとコンビを組み、真央ちゃんに接触して11へと進むことになりました。ちょっと待ちなさいよ。あんたそれ英語の意味分かって言ってる？ザザザ、あれは、まだいたのね。運の悪い連中やな。じゃあもう一暴れと。行きますか。では次回はシアンのルート、シアンの静止を見てみたいと思います。シアンがバッドエンドが静止なんでね、ちょっと見てるのが、なんでしょう、心苦しいところはありますが、これも欠かせないイベントなんで、次回説明をしていきたいと思います。それが終わったら11の実況に入ります。ではここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価、コメント等よろしくお願いします。バイバイ。